ファクトリーギアタイムズです。ファクトリーギアタイムズでは各店舗の臨場感あふれるフレッシュな情報、お客様の生の声を毎週お伝えしています。本日のニュースはファクトリーギアご当地スナップオン情報です。ファクトリーギア各店で人気のスナップオン、あなたも大好きでしょうね。そんなスナップオンがファクトリーギア一豊富な品揃えで評判の横浜246店をフューチャーしてみました。それもそのはず、スナップオンを求めて富士スピードウェイのお膝元静岡や御殿場方面からレース関係のお客様が訪ねてきてくれるという特徴的なお店が横浜246店です。そんな横浜246店の評判のスナップオン売り場を突撃して増田店長にを取材してまいりました。 VTR どうぞ。ファクトリーギアタイムズの高橋です。今日はスナップオンの売り場が評判の横浜店にやってきました。横浜店に入ってみたいと思います。増田さん、こんにちは。こんにちは。横浜店のスナップオン売り場が評判だって聞いたんですけど、スナップオン売り場に案内してもらっていいですか。はい、こちらへどうぞ。はい、こちらです。おお、この棚全部スナップオンですか。そうです、全部スナップオンです。では、ライライにつなぎます。はい、横浜店の、まあ、お客様がですね、まあ、プロのメカニック様が非常に多いんですけど、やっぱり、まあ、皆さんスナップオンがお好きってのもあって、スナップオンは多めに在庫しています。まあ、結構車を整備する方が非常に多いなっていう印象があるんですけども、その中でも、まあ、プライベートでやる方もいますし、まあ、お仕事として、でまた扱ってる車両もやっぱりこう他の地域とはまたちょっと違って、まあ、ものすごく古いアメ車だったり、まあ、ヨーロッパ車ももちろんそうですけど、ニッチな部分といいますか、そういった車両を整備している方が多いですね。薄口のスパナなんですけども、まあ、これも話聞く限りだと、まあ、レース関係もそうですし、やっぱり車の整備の方がこの工具いいねっていうので買っていかれるんですけども、まあ、ブレーキ周りとかで薄口の 17mm が出ないと、まあ、アクセスができないというものがあって、まあ、比べてもらうと分かる通り、かなり通常のものと比べると薄く仕上がってます。ブルーポイントの、まあ、アルミでできたモンキーレンチなんですけども、結構レース関係の方はお買い求めいただくんですけども、ホースの継ぎ手の部分に、まあ、同様にこうアルミのパーツを使われている車両って軽量化とかだと思うんですけど、で関係で使われていることが多くて、やっぱりまあ通常の工具で回そうとすると、まあ、相手がアルミで弱いので、まあ、傷をつけてしまったり、まあ、舐めてしまったりというのがあるんですよ。なのでまあ同質の素材でできた工具で回すっていうのが理想的なんですけど、まあ、そういった用途で買われる方が多いです。はい、2分の1差し込みのドライバーハンドルなんですけども、まあ、この形って結構4分の1スクエアだったり8分の3スクエアではまあ、よく見る形なんですけども、こうなかなか2分の1で、まあ、ラインナップとして置いてるところは非常に少ない。というのも僕が知ってる限りスナップオンぐらいしか出してないんですけども、まあ、ちょっと物珍しいなというので、横浜では在庫してます。こちらのワイヤーブラシと、あとはブラシなんですけど、まあ、これもちっちゃく、まあ、スナップオンと入ってまして、やっぱりスナップオンが好きな方はついでにこれを 2,3 個まとめて買っていかれます。
スナップオンラジェット人気ランキングトップ3の発表です。全長約 57mm のスタビシールドラチェットです。とにかく小さいだけでなく72枚とギアも細かいです。コンパクトスイベルラチェットです。本来4分の1で使用されているヘッドとボディのサイズに8分の3の差し込み角がついています。狭いところでの作業におすすめです。スナップオンのラチェットといえばベンツマークとも言われたりする100枚スイベルラチェットです。名実ともに不動の1位です。シンプルな構造で修理もしやすく、とても魅力的な作りとなっています。まあ、なぜこう袋に入れてるかというと、まあ、基本的にソケットって平面に並べて置いてたんですけども、やっぱり結構ディープとかだと倒してしまうんですよね。直そうとするのも結構大変 でそういったお客様を多く見かけたので、まあ、横浜店では4分の1に関してはこういった袋に入れて展示をしています。スナップオンの工具セットも在庫をもちろんしているんですけども、単品で積み上げで買うよりも工具セットの方がお安く、まあ、お買い得に手に入れることができます。スナップオンが手が出ないけど、でもスナップオンと同じような工具が欲しいという方は、この隣のファクトリーギアで特別に組んだアメリカンセットというものがあるので、こちらもよかったらご検討いただけると嬉しいです。在庫はしているんですけども、やっぱりどうしてもないものもあったりするので、もしご利用の際はお問い合わせいただければ、海外から手配もできますので、ぜひご相談ください。時間は少しかかりますが、はい、ご了承いただければと思います。はい、レイアウト変更した横浜246店へぜひ遊びに来てください。待ってます。お待ちしてます。いや、上から下まで棚いっぱいのスナップオン、圧巻でしたね。また根岸大君が話してくれたニッチなアメ車や欧州車を整備するお客様が購入するニッチなスナップオン、とても興味深かったですね。レース関係者さん以外でもアメリカンなインチ工具を探しにやってきてくれたりもします。これからスナップオンを集めようかなってお考えのあなたは、増田店長が教えてくれたスナップオンの人気ランキングトップ3を参考にしてください。手頃な価格でアメリカンな工具を手に入れることができるアメリカンセットの存在も忘れなく。最近レイアウト変更してますます見えやすくなった横浜246店に遊びに行ってはいかがでしょうか。スナップオンの情報は下の概要欄からチェックしてください。それではまたまた会いましょう。お元気で。